あのー、堀江さんが今もうオンラインで全部学べるから留学なんかしなくていいんだっていうようなことを動画でおっしゃったらしくてそれがまあ炎上というかいろんな人がコメントしてるのを見たんですけどあのー、僕はですねあのー、堀江さんの言うことにも一理ある気がするんですよで特にあのそのそ、まあ、留学ってことその大学に行くっていうこととして捉えるとするじゃないですか。 であのまあ学問ってね結局なんか今コンバージしてるっていうか全部同じなんですよあのまあ何でもいいんですけどあ例えば IT 分野とかだったらもうあからさまに同じだと思うんだけど、えー、知識とかスキルって例えば、まあ、論文はもう Google スカラーで PDF 読めるしそれからあの講義の動画ももう見切れないぐらいそのエデックスなんかもそうですけどネット上に大量にあってまあ僕なんかも 英語でいろいろ見るの好きなんですけど、まあ、とにかく学びの材料ってたくさんあってだから物理的に例えばじゃあアメリカの大学に留学しているという状況と、あのー、日本でもどこでもいいんですけどそこで、あのー、オンラインでいろん,んなものを見てるっていう状況ってそんなに学問的には変わんないっていうか例えば僕がいたのはケンブリッジですけど博士号取ったとねあのでも要するにアカデミアっていうかその研究室の様子とか。 研究室で言うこととかあのそこで必要とされてる知識とかスキルっていうのは、まあ、世界どこでも同じなんですよある意味ではそれも東大でも同じだしちょうど国立大学でもそうだしあの私立大学とかもでそうで、まあ、もっと言うとそのあのよくね学校よし悪しとか言うんですけど教,の教員レベルで言うとほとんど同じなんですよみんな同じ学会に行って同じジャーナルに論文書いて要するに共有してるものは同じなんで。 まあ、もっと言えばその、えっと、なんていうかなその大学で教えてる教員の方がじゃあどこで学位を取ってきてどういうとこ留学してきたのかっていうそのキャリアを見るとほぼまあ共通のクラスターから生まれてきてるわけなんでその教えてる大学がどこであろうあるっていうことに関係なくだからねその学問というところに行くとそこはなんか共通の通貨みたいなもんがあってそれはまあ日本だろうがアメリカだろうがあんまりイギリスだろうが変わらない。 って事実なんでですよで僕はやっぱ堀江さんってそういう問題提供するのがすごくお上手でんなんていうのかなちょっと神話化してミスティファイするっていうかなあのどっか、まあ、ハーバードだったらハーバードに行くでもいいしカリフォルニア大学,大学だったらカリフォルニア大学でもいいんだけどそこに行って何かそこで時間を過ごすってことを神話化するという傾向が日本だけじゃなくてどこでもあると思うんですけど今それをブレイクダウンしていくと要素としてブレイクダウンしていくと。 あの実際にはどこでも学べるということは事実だと僕は思うんですよだから <laughs> こうやってやっぱりその教育の格差だとかねじゃあ留学ってお金かかる、ね、じゃあ数百万お金かかると例えば年間ですねでそれがないと留学できないのかじゃあ最先端の情報にアクセスできないのかっていうとそうじゃないよってお金そんなかけなくても誰でもどこでもアクセスはできるよってことに気付くってことはものすごく重要で。 その留学とか海外滞在経験を神話化しないということはとても要するに敗北主義じゃない生き方っていうんですごく大事だなっていう気がするんで基本的に僕は堀江さんの言ってることって一理あると思うんですけど一方もちろんその非言語的なことっていうかその現地で生活して現地の人と触れ合っていろいろコミュニケーションしないとあの身につかないことっていうのはもちろんあるわけで。で そういう意味において、海外に滞在するとか留学するってことの意味が全くないってことでは全然ないわけなんですよね。で、でその上でどういう文脈に入っていくかっていうのはものすごく大事で。今やもうだから、日本と外国とかそういう洗い切り分けをする時代ではないんだろうなって思うんですよ。まあ、例えば、だから、さっきあの大学のアカデミアの雰囲気ってのはほぼ同じだっていうことを言いましたけど、あのー、例えばですね。じゃあ、映像制作みたいなことを考えたとするとね。 映像制作をやりたいっていうときに何て言うかなアメリカ行っても映像制作と全く関係のない文脈にいたら映像制作のなんていうかノウハウって身につかないじゃないですか。で僕の僕の拙い経験でも映像制作の人たちのカルチャーってのはアメリカでも日本でもイギリスでもあんまり変わらなくて例えばあの動画っていうかあの撮影始めるときにこうやって。 シンクロののためのこういうういい一発撃つっていう習慣はまあだからそういうことでへ後で編集するときにそこにフラッグがつけられるんだと思うんですけどこれはもう日本でもアメリカでもイギリスでもどこでも変わらなくて現場のそのカメラとか音声とか照明の人たちの雰囲気とかディレクションの雰囲気とかもほぼまああんまり変わらないっていうかそうするとねじゃあただじゃあ映像制作を勉強したいっていう時に単にアメリカ行けばいいって問題じゃなくてアメリカの,その映像制作のしかもそれが。 えテレビなのかコマーシャルな映像なのかそれとも映画なのかというそこの文脈でもまた少しずつ変わってくるわけじゃないですか僕も拙いそい映画の制作のまあアメリカの映画制作の現場は知らないですけど日本の映画制作の現場って独特の文化ありますしでもおそらくそれはアメリカの映,像映画制作の現場と共通の部分って随分あると思うんですね待ち時間が長いとか <laughs> あのテイクするまでも待ち時間が長くてでもテイク始まると。 終わる時はすご終わっちゃうとかだからそういうことだってほぼなんか共通なんだろうなと思うんで,で結局だから外国に行けばいいとかそういうことじゃなくてそのどの文脈に入るかっていうことが大事でだから漫画っていうことだと日本の方がおそらく漫画制作の文脈という意味で言ったらういのがあるのかもしれませんしね。 だからもちろんアメリカとか要するに海外にしかない文脈もあるんだと思うんですよでもレストランってことになるとおそらくいや日本もアメリカもそんな変わんないんじゃないかなっていう気がするしうんだからじゃあアメリカにしかない文脈ってのはあるのかな日本にしかない文脈ってあるのかなっていうそういうことになってくると思うんですけどまあそれもだから本当に業種っていうかどういうことを目指してるかってことによって変わってくるんだろうなとすごい共通部分も今グローバライゼーションでは増えてきてるんですよね。 みんなが大体いいコンバージしていくっていうか似てあるところに行ってるところもあるんでだからなんかその単に外国に行ってうん留学することで箔をつけるっていうのは過去のイメージがあったとしてでも今でもなんか外国に行けば全てソリューションが得られるみたいなイリュージョンがねどっかにあるのかもしれないんだけど、まあ、そういうことじゃなくてむしろだからどちかサバイバルっていうかうんとなんかね自分がマイナリティである。 まあ僕がイギリスにいた時も自分がマイナリティーであると強く感じてましたけど自分がそのマイナリティーであるという状況に置かれた時にどうサバイブするかていうかどう自分を表現していくかとかそういうスキルって確かに日本では得られないんでね日本はにいる限り日本は母国で母語であのなんていうのまあ自分は社会の多数派ではないけど、まあね、典型的な構成員になるじゃないですか。でそういういい状況じゃない形で どうサバイブするかってことを学ぶという意味においてはやっぱり外国に行くことの意味ってあるんだと僕は思うんですけどあるいはその多様なバックアンドの人と話すとかねそういうことは意味あると思うんですけど、あのー、今言ったようにその純粋に学問って意味においてはほとんど意味がなくなってきてるんだろうなっていうのが正直なところですね。どこでどこにににいいいててても同じとととやっっるるんで問題だかかかからそ,その情報にいかにアクセスするかっていう意思工夫と実行しか ないのかなそういう意味においては堀江さんの言ってることはもう一理あるのかなっていう気がしました。